こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。横浜市保土ヶ谷区の皆様に仏壇処分のご説明をいたします。当店で供養処分でお預かりした仏壇や仏具などは、お寺のご住職様にお願いしまして、このような形で、供養祭を執り行っております。こちらが供養しているところの風景です。このお坊さんの収支のご指定はできません。ただ、宗派を超えて、真心を込めて丁寧にご供養を執り行わせていただいております。また、神棚や神具など、こちらに関しては、神社の神主様にお願いしまして、再興祭を執り行っております。このように、供養祭や再興祭を取り行いまして、ご供養が終わりますと、お預かりしたすべての品物は礼拝物から廃棄物へとなります。これにより廃棄物処理法の対象となりますので、法律にのっとり適切に処理をいたしております。ありがとうございます。